お宅を訪ね、世界中を巡ってきた狂信マン。今回の目的地は地球の裏側、ブラジル。しかしブラジルは遠い。飛行機に乗ること27時間。みんなもう我慢の限界と思った頃、皆様、下に見えますのがブラジルでございますというアナウンスが。ブラジルといえばリオでしょ。小僧ロップに染み渡るまばゆい洋服、明るい人々。そうそう、サンバを忘れちゃいけない。ブラジルといえばカーニバル。そして言わずと知れた国民的スポーツ、サッカー。こんにちは。おお、俺はロナウドのファンだったんだ。嬉しいぜ、ここに来られて。と狂信マンがその使命を忘れ始めた頃、そうだ、俺はブラジルに漫画を探しに来たんだよ。やってきたのがブラジル一の大都会、サンパウロ。なぜかといえばこんな理由が。100年ほど前から大勢の日本人がブラジルに渡り、この町に世界最大の日本人コミュニティを作り上げたってことは合点承知の助。日系人が多ければオタクも多いと思ったのさ。というわけで無事サンパウロにやってきました。今回は出発前に風邪ひいて、医者からもらった薬がね、合わなくて腹壊しちゃったんだよね。なんか痛風なのかな、体が痛くて、27時間つらかったですよ。でサンパウロは今こんな天気なんだけど、冬なんだよね。とは思えなかったけどね。結構 あったかい。今年は暑かったって言ってたね。とにもかくにもサンパウロに到着。今回はオタク事情に詳しい強力なガイドさんを発見。なんか、あのガチャマンとウィッチブレードのが同じになったアメリカの漫画のポルトガル語版です。お土産をもらいつつ早速街へ。ここは山形県の坂本書店ではありません。メジャーなものからマイナーなものまで、日本の雑誌やコミックがいっぱい並んだサンパウロの本屋さん。ほらね、お客さんはいろいろ。でもみんな日本の情報を欲しがってる人たちです。そんな中、こんなものを発見。これ同人誌だそうです。早速購入。12リグレじゃなくてレアル、これ3冊で12レアルです。同人誌買いました。あれですか、あの一般のブラジルの方が買いに来られるんですか。うん、多く買いに来ます、ね、半分半分、ね、キリキリな人もね、うん、翼とかナルト、うん、フルーツバスケットもよく出ますね。あのセントセイヤとかも。書店の次にやってきたのがこちら、東洋人街。昔は日本人街とも言われてたそうで、日本っぽいお店や人が見られますけれど、最近は日系以外の人も多く詰めかけ、週末になればこの通り大勢の人々でにぎわいます。その一角にこんなビルを見つけました。と、そこ
中に入ってみるとファッションや雑貨、スポーツ用品などいろんなお店が。あれ？これなんだか怪しくないかな？コスプレの衣装に見えるんだけど。と思ったら中から人が。もちろんここはコスプレショップよ。出来合いのものも売ってるし、オーダーメイドも受け付けてるわ。ナルト、ナルト、サスケ、サスケ、サクラ、コスプレマニアの2人がやってる可愛いお店でした。次に入ったのはアメコミのキャラがお出迎えするショップ。でも名前は俳会？俳句のこと？中に入ってみるとマニアショップというより普通の文房具や雑貨店のよう。子供から大人までお客さんは多種多様。でも普通のお店じゃないと思うんだな。壁にこんな飾りがあるし。